どうも、どうぞるです。はい、ということで本日もこちら、8戦最強決定戦、お送りしていきたいと思います。さあ、ということで、昨日のね、予選4日目かな、試合を行ったんですけれども、もう昨日の内容が本当に良すぎて、もう先ほどね、もう一本別の動画を上げてるんですよ。羽根羽根選手 VS パンドラ選手の、一騎打ち、勝てば決勝トーナメント、負ければもう敗退というね、究極の戦いを、お送りしましたので、ぜひね、そちらの動画見てない方は、見ていただきたいんですけれども、ちょっとそれだけじゃ紹介しきれんなというところでですね、今日は A グループ1位通過を見事飾った麦選手のねリプレイをまたこの動画で紹介していきたいなと思います。もうね、昨日だけでも名場面名試合っていうのがもうたくさん生まれましたし、連日本当すごいですね。今4日間終わったんだけど、1日目2日目3日目4日目ともうどの日もね、圧倒驚く試合がたくさんあるので、ぜひ皆さん今日のね、夜10時からも生放送を見ていただければなと思います。そして、A グループの予選がね、昨日の試合で全て終わりました。で、結果から言うと、麦選手と羽根羽根選手がね、グループ内、予選を通過いたしまして、決勝トーナメント進出と。で、他の選手もみんな本当にうまかったですよね。この大会を開いて一番良かったのは、こんなうまい人たちがいるんだっていうのを、各デッキのやっぱスペシャリストたちなんで知れたっていうのは、個人的にはめちゃめちゃ嬉しかった、し、やっぱこのデッキ極めたらここまでいけるんだっていうのがね、各こうデッキ見せてくれたので、本当に他のプレイヤーにもね、感謝感謝でございます。さあ、ということで、じゃあ本日のね、こちら麦選手 VS ヤムシ選手の、戦いからまずは見ていきたいなと思います。生放送とかもそうなんですけど、動画とかのコメントを見ててもね、みんながこの8戦最強決定戦めちゃめちゃ楽しんでくれてて、で、選手のみんなもね、すごい悔しいとか嬉しいとかね、いろいろツイートとかしてくれてて、なんかもう本当にこの大会ができてよかったなと毎日しみじみ、感じているところなんですけれども今回はですね、麦選手がインフェルノタワー型の、昔からあるね、枯渇デッキ、そして、対するヤムシ選手は、今流行りのね、ウォールブレイクプラスの、メガナイトのデッキですね。このメガナイトのデッキのやっぱポイントはメガナイト U の、突撃性能ですね。ここが本当に処理しにくいので、ここはプリンセスでうまく、受けながら、ナイトで処理をして、でここギャングもねいい位置に出すんですよね。メガナイトのジャンプがギリ、届いて、でここで、プリンセスまで処理すると、いうところでね、お互い五分五分といったところでしょう。麦選手、昨日初めて知った情報としては、もともと麦選手って枯渇デッキの、使い手で有名になったらしいですね。僕それ全然知らなくて、ケンスミスさんにね、教えてもらったんですけれども。一番最初に有名になった時は、枯渇デッキでね、プリンセスのレベルが低くて、かなりね、グローバル上位に行って有名になったらしいです。さあ、というところで、この麦選手、昨日はね、枯渇デッキ、2連続で使うシーンもありましたが、さあここはプリンセスで、このコウモリがね結構入ったんですよね。でさらにはこのプリンセスに対してユーノが刺さって一気に左で大ダメージをまずは獲得していきました。ヤムシ選手、ここヤムシ選手もうまかったですよね。ユーノの、しっかりねプリンセスに対して処理するのも早かったですし、いい感じに相手のね隙を見つけて、コウモリで、刺していったというところで、ダメージリードを奪っていきました。さらにはディガープラスの、ここもね ISP プラスのローリングと。さあこの麦選手も使っているこのテクニックなんですが、この8000大会、8000最強決定戦の中でもね、このウォールブレイカーの処理っていうのはたくさん出てきてますし、私あんまり意識したことなかったんで、アイスピの使い方も本当に重要だなっていう、改めてアイスピローリングッドのね、有用性を感じました。あ、で、ここを止めます。ここがね、本当にうまくて、今のところ、山内選手がダメージリードをかなり取っていて、ペースを握っていたんですが、ここの防衛皆さん注目して見てみてください。まずは、このコウモリ読みのナイトをですね、しっかり、ナイトを出すことによって、メガナイトの突撃を受けたのと、相手の、コウモリ、ここはやっぱりインフェルノタワーに対して相手コウモリで処理してくるっていうのを読んで、ナイトで1箇所に集めてからプリンセスで、しっかり処理できていくというところで、このナイトが技ありだったのと、今、端前に出ているアイスピですね。このアイスピがおそらく U の読みなんですよね。左側に U のを散歩させて、でここで、しっかりね、U のを機能させなくするっていうところで、防衛でペースを掴んでいきました。いやー、この防衛でもうノーダメージですね。左側ノーダメージでしっかり抑えながら、ここら辺が相手のやっぱ次の、そしてその次まで呼んでいくっていうのにアイスピーを、合わせてたのを見てちょっとギョッとしましたね。さあここは、プリンセスが処理していきながら、
いやでもやっぱりこういう上手い人たちのリプレイって、これはやっぱりね、本当に努力の賜物なんだと思います。なんか生まれ持ってあれしたことではなくて、まあ、もちろん生まれ持ってねセンスとかもいろいろあると思うんですけれども、本当にみんな例外なくね努力家っていう話を聞いています。さあここはローリングッドでいい感じにダメージを、やりつつ、さらにプリンセス延命ですね。ここでナイトを差し込ん でプリンセスがダメージを、与えていくと。枯渇がやっぱ強い人っていうのはあれですよね、プリンセスの延命がやっぱり肝になるって言いますよね。しっかりプリンセスを生き残らせることで、さあここ、バレルで防衛ですね。ゴブリンバレルで防衛して、もう右上がここロケット圏内なので、きっちり守ってから、エリクサー十分にしてから、ここもですね相手の攻撃のパターンがなくなって、ロケットまで打っていくという丁寧さです。実はこの1試合前にねギリギリで逆転負け、海選手がしていたので、こう2試合目はきっちりそこを修正してね、落ち着いて今みたいな感じで相手の攻めの手がなくなってから、ロケットを打つと。ロケットやっぱちょっと時差があるんで、あそこも丁寧に守らないと、まあ、怖い相手ではあると、言ったところでございます。さあということで次の試合見ていきましょうかね。続いては麦選手がロイジャイ、そしてヤムス選手がペッカなんですけれども、今回ねロイジャイとペッカって、ペッカの方がなんか防衛が強いイメージがあるじゃないですか。麦選手のペッカさばきにちょっと注目して見ていただきたいなと思うんですけれども、これほんとびっくりした試合の1試合ですね。試合的には結構すっと終わった感じもするんですけれども、いろんなテクニックが隠されていて、ぜひ皆さんもね凝視してみてほしいなと思います。さあここは、ユーノに対して、まあ、スケルトンでね抑えつつ、ここで早めの、ロイジャイですね。ロイジャイに対してペッカが、登場していきます。やっぱペッカは防衛力非常に高いので、まあ、ロイジャイに対して、アドが取れるのと、ここからのカウンターにつなげていけるっていうところで、今回ヤメス選手は、相手の枯渇デッキをちょっと意識したローリングッドとポイズン入りの、デッキですね。ディガポイの、ペッカです。でここでトリトンとかスケルトンが出てきたんですけれども、今回このトリトンとスケルトンがめちゃめちゃロイジャイがね、ペッカに対してロイジャイに対してペッカが出てくるんですけど、そのペッカに対してこの2枚のカードっていうのが刺さっていくので、ぜひ見ていただければなと思います。ここのローリングッドも技ありですよね。ローリングッドでダックプリ突撃を抑えて、そうすることでオーブンを延命できるので、まあ、ここもポイズンをね相手に使わせていくというところです。ダックプリの突撃が入っちゃうと、まあ、それだけでねポイズン打たなくても処理できるようになっちゃうので、あそこ2コスト使うことで、相手に呪文を使わせるっていうところですね。さあここ後ろから、トリトンで、ここで、ロイジャーを展開していくんですけれども、ロイジャーに対してやっぱペッカを出していくじゃないですか。で、そこをちょっとね注目してみていただきたいんですが、まずはユーノの突撃はうまくスケルトンに、寄せてって、トリトンで処理。ここもトリトンが活躍してますね。でさらにここでロイジャーを出すことで相手のペッカを誘って、でここでトリトンで、ペッカを吸いつつも、ここまでこの形まで想定できてますよね。だからトリトンが今、ユーノも処理して、マジアちゃんも処理して、さらにロイジャーに対して出したペッカも処理していくと。でしかもこの前にちょっと前にねトリトンの、相手がペッカを出すちょっと前にこうメガガーゴイルを出してるんですよね。このメガゴを出すことによってこのペッカが一旦後ろに行って、さらにロイジャイに届くまでにペッカの体力をかなり減らしていて、カウンターもさせないと、言ったところで、おそらくここまで読んでの、こういった防衛なんだなと思います。さあここはローリングッドね、おそらく相手スケルトン、出してくるだろうというところで、ヤメス選手も読みローリングッドを決めていくんですけれども、まあ、トリトンが優秀でね、しっかり守っていけると。いやもうこの麦選手が使ってるトリトンだったらもう4コストでもいいんじゃないかっていうぐらい活躍していますが、まあ、トリトンもねやっぱりちょっとチャージが長くなってから、まあめちゃめちゃ人気のカードっていうわけではないんですけれども、やっぱり上手い人が使っているイメージの、カードになってきましたね。上級者向けな感じがします。さあここは、ベビードラでプレッシャーをかけつつ、まあ、トリトンも後ろから出してね、ここで、ドロイジャイが1発2発と最後入って、フィニッシュという感じでした。いやーこれはもう本当とにかく麦選手のこのペッカさばき、途中私が一回画面を止めたシーンがあると思うんですけれども、あそこのペッカさばきっていうのがもう本当に理想形と言いますか、相手がこうしてくるしかないよねっていうのを分かってて、ヤムシ選手もおそらく分かってたと思うんですよね。ただああさせざるを得ないっていうところで、完璧の勝利だったんじゃないかなと思います。この麦選手もね決勝トーナメント進出いたしまして、決勝でもおそらく暴れてくれると思いますので、ぜひ皆さん、麦選手のねプレイ見たい方は
今週の日曜日22時からの決勝戦も、ね、見ていただければなと思います。まあ、私の本当この大会における役割はね、まあ、とにかく、たくさんの人に、この素晴らしい戦いっていうのをお届けするっていうことと、あとはみんなで一緒に盛り上がるっていうことが私の役目だと思っているので、今後もね8戦大会体調に気をつけながら、盛り上げていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんもね、一緒に盛り上がっていただければ、ね、めちゃめちゃ嬉しいです。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。